があれですね、雪風さんと飛ぶの多分初めてかもっていう文体くんのは。偶然会うことはありましたけど。まあさらにレアキャラ混ざってるしな。レアキャラ。レメさん、次までにちゃんと直しておいてくださいね、そのエンジン。うん、見えない、レメさんが見えなくなってる。そう。もう完全に追いつかれたんで。くそーせー。そう。必ず追いつくから。つかわじ、防弾ガラス邪魔くせえな、これ。外してえわ。ドライバー持ってきて外したい。了解。了解。いきますよ。いきますよ、東京。ぶっ放した。人がチャップ。じゃあ、このまま急降下します。あ、すごいな、ちょっとこのメンバー、俺ちょっと上から見てよ。追いつけねえ。あ、それも良かった。見分解。レッツキー上からね、すぐ分かるな。ちょっと待って、ライデン射撃当たんねえよ。オーバー切りすぎでしょ、これ。あ、もう一キル、もう一キル。了解。味方の後ろに張り込んだな。張り込ん。張り込んだ、早いな。了解。あ、めんどくせえ。兄さんがいった。台風に刺激かける。ああ、ダメだった。妖怪、カナベメラ一番やばいっすね、あれ。僕が見てるけど、一番最初は落ち着けない。了解、了解。横側に見てます、見てます。ちょっと、できるだけ、わかります。ナイスー、ありがとうございます。いやー、やっぱ、ちょっと早く硬すぎ。弾がすごい下飛ぶね。あ、ナイスー。よし、パイロット撃ち殺した。やべえ、20ミリ切らしたんだけど、帰る。あんだけ20ミリあって切れるのか。全然当たんなかった。オペタ燃やしたかな、死ぬかな。了解。よっけや。いやいやいや、いやね、キルスティールっていう言葉はないから、世の中には共同撃墜っていう言葉しかないから。うん、優しすぎる、優しすぎて俺切れる。やばい。そうだ、こいつみんなのと違ってフックついてないんで。俺のレップ、スポーツコンピューター入ってますの。スポーツコンピューター。あ、ちょっと待ってくださいね。ごめんなさい。めっちゃいる、うるさいかも。ワンワン言ってる。
あ、よかった。まあ、慣れてるから。かすかにワンワン。犬がうるさいな、慣れてる。近所犬ばっかだから。危ねえ、バイデン着陸難しいな。攻撃されてる。嘘やろ、おい。あ、ほんとだ。しか空母一隻沈んでんじゃねえかも。くそったれ。ロケットぶち込まれたかな。やり方知らんのか、かわいそうに。普通は空母がロケットで沈むとは思わんだろう。まあ、不正だからな。またやられてる。すぐに迎撃に上がる。ああ、もうやめたくなりますよ、王さんだ。あ、空母全滅しても陸上基地はあるから。ああ、これ戦後燃えた。え、それであの空母全部沈められてから陸上基地に爆撃機が着陸してくるんでしょ。え、LBGP 先生の話はやめよう。僕いつも見てるから、その光景。あら、かわいそう。かわいそう。いやかな。は？あ、そういえば今体感また強くなってるんですか？そう、やばいっすよ。ライデン行ったら死んじゃうからやだ。全部あのジパングのあれと同じ。未来だよね、あれ。やばい。未来、未来、全部未来。上がったよ。よばーい。なんか、アホが、敵の艦隊の方にタンクに突っ込んでてですね。ああ。囲まれてます。面白い。助けに行ってやるかな。ああ、ダメだ。この飛行機じゃダメ。かすったら死ぬ。うん。全身性艦隊ですから。でもなんかライデン燃えにくくなってます。なんか3回ぐらい消されたって報告をどっかで聞いた。え、それマジ？なんか、そもそもさっきちょっとやったら、ちょっと避難しちゃったけど燃えなかったっす。ああ、まあ相変わらずイスパノでぶち抜いてやったらバンバン燃えてやったけど、燃えたけど。それはイスパノが強いんじゃないですか。あ、やっぱよう登るはないね。了解。了解。え、メイさんそんなところになんかいた？下になんかおるの。ゆっくり飛んでる。マジ？見に行くね。俺今2300m。あ、メイさんっぽい。うん、ハルさん分隊合流。おるっしょ、あれ。なんだろう。色が日本軍のような気がするけど、ここまで来て対空を撃たれないのは味方かな。味方かんじゃないですかね。だけど日本軍の対空砲はね、届かない。基本的に日本軍はね、いつも対空砲撃たれながら戦う宿命にあるから。あ、了解。あそこはやばいっすね、ちょっと。焼かれる。
陣地に引いて戦うか。了解、援護入る。どれ？了解。上行きますね。オッケー、移動中の目標確認。敵機だいぶ急降下。な、おじ先輩の後ろ 入ろうとしてるよ。了解、釣り上げる。いえ、ライデンの上昇にかなうわけねえだろ、あんなヘッポが。やったやった。はい、まだもう一機ブーメランが気になる。あ、俺の方に多分エネルギー無理でしょう。お願いします。了解、続いていく。もう引いてる。ナイス。グッドキール。チェ、チェ、クソ。キルしようと思ったのに。あともう一機入ってきた。来た。了解。大丈夫。落ちないね。ちょっと、戦でやっちゃおう。まあ、だいぶしてくれよ。俺だったら追いつけるから。かわいい。ほんとスルスルやばいな。あ、了解です。じゃあもうちょっとあれ味方に任せますか。下まで行っちゃった。スピットエネルギー持ってるな。やばい、安定してきたな。うん、気をつけて。メメさん来るよ。メメさんたちどこですか今。なあ、もう一機スピット追加。了解。あ、見えた見えた。下か。新手のスピットに絡む。了解。オレみてえな戦い方するやつ。メメさんチェックシーツ。チェックシーツ、はい、多分俺っすよ。はい、クイッとクイッと跳ね飛ばした。あ、ちょっと待って、こいつ味方じゃん。急降下する。じゃあ、上から来てるやつは、ネズミ花火、ネズミ花火、危ない、危ない。なんか別の方にダイブしてるかな。うん。小渕先輩がやばいかもしれない。うん？ああ、もうちょっとクリアかな。ああ、でもなんかいるな。そのまま登ってった、また。ああ、見えてる、追うわ。あれが、お嬢先輩かな。あ、違う、味方さんだ。俺を切ってくれるやつか、そのまま引っ張るんだよ。あ、スピットだな。その間、俺がコードを上げる。すごい、もうここ味方しかいない。あ、了解。すげえ。了解。すごい上昇能力だな。このまま真っ直ぐ。釣り上げ合戦だよ。あ、これエンジンが持たん。やつしたい。僕が今後ろからプレッシャーかけるって。本当だ。殺した。ナイスキー。ちょっとじゃあ俺も上から見てますね。皆さん帰ろう、エンジンが持たん。僕はまだ帰らなくても平気なんだよな。エンジンを両スパで持たせるわ。あ、でも冷やせそう。大丈夫？急降下で冷やす。オッケー、冷えた。
オッケー、通常駅まで戻ったわ。これ燃料も45分積んでるからな。じゃあ、三ヶ岳の援護に入る。あ、もうあと2人しかいないんだって。はい。これまで1機しか食ってねえんだよな。あのってかおってかエメさん何やってるんですか。で、わーあの次の次の次のエメさん君のレップで捕まされた。俺のレップなんかおかしいからなんかね、ちょっと発注者の間違いでね、あの13ミリが7ミリになってたりとかね、いろいろ、あと、ついてるとこも違うしね。なんか機種についてるしな。そうそう、なんかおかしいんだよね。説明書とだいぶ、だいぶ違う。それが聞いたらね、翼から出ますって書いてあるんですよ。思いっきり。なんか、弱そうだね。了解、うん、こっちは組み合う。いや、ライデンふわふわしてて楽しいね、なんかすごい楽しい、この飛行機すごいふわふわする、超ふわふわタイムだわ。ハンテンさんは特にふわふわするよね。格の方は、あ、俺今スコア野獣だ。お？あ、野獣だ。すげえすげえ。やっぱメメさん野獣なんじゃないですか。いや、野獣ハルさんに言われたんだ。いや、絶対俺より、メメさんの方が野獣だよって言ってたけど、やっと証明された。オッケー。ウメさん、ここでやんなきゃ。そしたら、ウメさんもクリスティーブ進行やめて。俺今、割と限界バトルしてるから、左に進行バトル。ウメさん、行っちゃった。ちょっと、よけられたんですよ。速攻する気か。お、やった。ナイス。お、やりますね。ネズミ花火綺麗だな。なんでか俺のキルになってるんだよ。あれ、まあいい。まあまあこれで全員2機だからさ。うん、これで平等や。ああ、せっかくやつだったのに。ラストはどこだろ。次1919目指さないとダメでしょ。メメさんのね、あのね、エンジン壊れてるから変態組み合わせよ、後ろついていきやすい。壊れてるかな。あれちょっと視力もなんかあれ上半角少なくない？なんでみんな折れ曲がってる？あれ？それお前らがおかしいんだよ。そう、折れちゃってんじゃん、視力。こっちが正しいんだよ。こっちまっすぐでしょ。これが本来の熱風の正しい姿だな。飛行機の燃料嫌だな。行きますか。あ、みんな燃料大丈夫。あ、これダメだ。了解、残り17分だから。戻ります。俺のレップ45分燃料積んでるから。で、しょうがねえ、メメさんの鈍速レップの変態組が。鈍速レップやめろ、本来は速いんだ俺は。こっち1800馬力だよ。これ2000馬力。そこまで来てるからね。そう、これまでね、まだね、ずっとスロットル 50% ぐらいで回ってたから。あ、終わっちゃったよ。あ、終わった。何落ちした？
撃たれたんだけど今。あ、終わった。めっちゃ喜んでる。いってよ。なんでこいつらこんなにテンション高いんだ。まあ、勝ったからね、多少はね。うん。ハメを外すぐらい許してあげてほしい。